半角鉄道15,860型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したテンダー式蒸気機関車である。元は、半角鉄道が1898年に、アメリカのブルックスロコモティブワークスから3両を輸入した、車軸配置4から4から0で2気筒単式の、飽和式機関車である。半角鉄道では、A4 型と称した。 1907年の国有化に伴って国有鉄道に移籍し、1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では5860型に改版された。アメリカ古典機スタイルの機関車であるが曲線を用いた大きな構成の運転室や溝型庫をそのまま使用した前端張り、過失側部から前端張りに伸びる支柱がないなど、 典型的なブルックススタイルである。ボイラーは、緩やかなワゴントップ型で、第二感動場に、蒸気ドーム、第一感動場に砂箱を設置している。淡水車は三軸固定式で、上演部の飾りが、ブルックススタイルである。国有化後は、旧所属の福知山線で使用されたが、1918年に、宇都宮と小山に移され、 その後北海道に渡って1923年に3両とも廃車となった。5860と5862は払い下げられることなく解体されたが、5861は北海道帝国大学校内に教材として保存された。しかし、太平洋戦争開戦直前の1941年、 はぼろ単行鉄道の開業用として使用することとなり、鉄道省の内部工場で更新修繕を受け、現役に服した。当時はそれほどまでに機関車が入手困難になっていたのである。はぼろ単行鉄道では1951年まで使用され、廃車解体された。寺島によると1916年10月西部、鉄道管理局より東部鉄道管理局に 転属、1919年11月に札幌鉄道管理局へ転属。ありがとうございます。